今日は強烈な寒気の影響で能登地方では大雪の恐れがあります。家屋が倒壊する恐れがあり、厳しい寒さにも注意が必要です。この冬一番の寒気が襲来し、日本海側では大雪や吹雪となっています。地震の被災地能登地方でも昨日の夜から再び雪が積もりました。このあと今日の昼ごろにかけて雪が強まり、積雪がさらに増える見込みです。特に地震で損傷を受けた家屋は雪の重みによる倒壊に注意が必要です。また能登地方は今日日中の最高気温が3度ほどの予想で、1日を通して厳しい寒さとなります。体調管理にも注意してください。